1928年頃のバチェラー・ジョン・バチェラーは、イギリス人の成功会の宣教師。アイヌの研究家、アイヌの父と呼ばれた。1854年に、サセックス州アクフィールドに生まれる。最初、園庭として働いていたが、インド宣教をしていた、宣教師の説教を通して、東洋伝道の志を持つ。イギリス教会宣教会に入会し、1876年に、 香港のセントポール学院に入学した。香港で学んでいる時健康をお願いして、1877年に西洋のために函館に来た。函館で伝道している中で、アイヌ民族のことを知り、アイヌ伝道を志す。バチェラーは、1879年に CMS の新徒伝道者に任命され、函館を拠点にアイヌへの伝道活動を始める。 1879年にアイヌの中心地の一つである日高地方の平鳥を訪問した。ここでアイヌの長老ペンリウクの家に3ヶ月滞在してアイヌ語を学んだ。1882年にイギリスに一時帰国し、1883年に再び函館に起任した。1884年、ルイザ・アンザレスと結婚した。1885年、 ホロベツ村をを訪れ、アアイイヌへ、キリスト教教教育育のほか、アイヌ語教育を始める。1888年、金星太郎を講師として、キリスト教教育を行うアイヌ学校、設立構想のもと、かなり吉蔵が、息子の太郎をアイヌに教育を行うアイヌ教師と、するために、私塾の総愛学校を設立する。1892年、アイヌが無料で施領できるように、アイヌ ジョン・バチェラー1891年に、バチェラーは伊藤和孝を中心とする、北海道近州会の将兵に5対1月1日、函館を離れ、翌日札幌に移転した。札幌に自宅を持ち、自宅で聖公会の日本人信徒のために、バイブルクラスと日曜礼拝を始めた。また、札幌の自宅を拠点に、アイヌ伝道を展開した。1892年に、 札幌聖公会が正式に組織された。1895年には、平取ととスで、教会道を建設した。1903年には、北海道の聖公会神徒2895人中、アイヌ人が2595人であった。アイヌの向井愛子を養女にする。1917年皇后が虎像に洗礼を授ける。皇河は後に札幌に来て、 アイヌ語辞典の編纂に協力して、バッチェラーとの関わりで献身する。後に、中田茂春の影響で、聖公会を脱会して、日本ホーリネス協会の牧師になる。1922年には、アイヌの教育のために、アイヌ保護学園を設立する。1923年に、バチェラーは70歳になり、規定により宣教師を退職した。しかし、その後も札幌に泊まり、 北海道庁の社会科で食卓として働いた。1933年には、長年のアイヌのための活動が評価されて、君三等随報省が授与された。1941年太平洋戦争が始まると、適正外国人として帰国させられた。1944年に英国で91年の生涯を終える。バチェラーは自身の意向の中で、 アイヌと和人との根血が急速に進んでいることや、アイヌの子供が和人と同様に教育を受け、法の下に日本人となっていることから、一つの民族として、アイヌ民族は存在しなくなったと記述している。バチェラーは、アイヌ語訳聖書の翻訳出版やアイヌ語の言語学的研究と民族学的研究に多くの業績を残した。アイヌに関する多くの著作を発表して、 アイヌ民族のことを広く紹介した。このことから、バッチェラーは、日本のアイヌ文化研究の重要な研究者の一人で、あるとされている。ただし、チリ・マシホは、バチェラーの文法書や辞書が、役に立たないと批判している。バッチェラーの説には、現在では否定されている説もあり、オ見ミ、アイヌ語由来説を唱えたが、現代の語形で考えているため、無理があり、 地名研究所の水準と信頼度を低くしている一端とされる。中村2011年77から78ページ。アイヌの父ジョン・バチェラー中村2011年82ページ。二民岩尾飯田オ、介我が人生の奇跡。ステップス・バイ・ザ・ウェイ。北海道出版企画センター。1993年154ページ。 チリマシホアイの語学、吉田兼彦糸井道広編、日本地名学を学ぶ人のために、世界思想者2004年、P85 鏡秋勝の見解。ありがとうございます。